皆さんこんにちは、小豆島の漁師浜湯です。はい、というわけで今回もやってきました。暴飲暴食、しばらく休んでたんでね、怒涛の連続でいきたいと思います。で、前回は岡山で飲んだんで、今日はね、小豆島でお昼ご飯に野々花さん、夜ご飯は小豆島のホテルの国民宿舎さんにね、お世話になろうと思ってます。小豆島に住んでるんですけど、その小豆島のね、ホテルもね、今後暴飲暴食を絡めて紹介していけたらいいなと思うんで、皆さん交互お楽しみに。おくだりください。本日やっていきましょう。レッツゴー。いや、今朝ですけどね、別に朝から飲んでないですよ。ろれつが回ってないからって朝から飲んでるなんてね、そんな思われてもね、心外と。ゴールデンタイム。朝飯を作っていくんですが、まずは飲まないと始まらないということで、いただきます。昨日の晩から飲みたかったんですけどね、我慢してたからもうすごく美味しい。で、今日はね、ジブリ飯が食べたいなと思ってベーコン買ってきました。ベーコンに卵2個、それからこのチーズを使ってジブリ朝ごはんを作っていきます。まずはね、ベーコンを切っていきます。はい、ベーコンが切れました。じゃあ次フライパンを準備して、これでいいか。で、もうね、ベーコンを引いておきます。で、油が出るようにこの油の方、どちらかといえばハム系ですね。もっとベーコンしたのが良かったな。で、今日は国民宿舎さんでお世話になるんで、大好きなあれがね、食べれないんじゃないかって。そんなことはありません、もう買っておりますっていうか、昨日の晩一つ食べちゃいましたけど、お酒は飲んでおりません。で、これとね、ラジュンさんの撮影の時に使った生肝がね、残ってるんで、この生肝ね、使いたいと思います。でね、見た感じはすごい乾いてるんですけど、そんなね、大丈夫です。で、この生肝に明太子を加えます。でね、わさびもちょっとこう加えて、そしたらね、このベーコンね、クソも味噌もカスも油出ないんで、油加えたいんだけど、油がね、なんとないんですね。最悪だ。あー、油マニアの俺としては油の買い忘れはひどいな。まあ、とりあえず仕方ないんで、ごま油で代用していきます。ごま油入れて、で、ごま油だけだとちょっと、ごま油の風味が強すぎるかなということで、ラー油を加えます。よし、これで OK。 これで油、オリーブオイルでよかったのか。ちょっと一旦これね、洗います。よし、これで先にね、オリーブオイルを垂らしておきます。そしたら温まるのを待つ間に、こっちにね、醤油を入れて、そして混ぜます。萩の生肝メンタです。まあ、よく混ぜないとね、わさびが固まって悲惨なことになります。はい、できました、萩の生肝メンタ。じゃあ、ぬくもったんでベーコンを入れていきます。はあ、弱火でじっくり焼いていこう。でね、明太子生肝は古風な器に移しました。するとどうでしょう、ここにね、ほら、行儀マニアさんの目の敵があります。これはね、当然行儀マニアには完全勝利ということで、めちゃくちゃうまいんですよ、本当に。この皿にまとわりついとる明太子だけで、明太子と生肝だけでご飯がいっぱいいけます。これで行儀マニアに完全勝利です。まあ、知らない人は何のことか全然わからないと思うんですけど、とりあえずね、卵の粒を残すよりは舐めた方が僕はいいと思うっていう、そういう考えのもとです。よし、うまそう。じゃあ、もうちょっとね、待てないんで、焼いてる間に米をついていきます。よし、はい、じゃあこれで朝飯第一陣の始まり。明太子と生肝をご飯にのせていただきます。やばいよこれ、めっちゃうまいよ、ほんまに。僕ね、言うことが結構コロコロ変わるんですけど、生肝がね、海鮮系の中で一番好きで、明太子も大好きなんですよ。その2つがね、噛み合わさったらもう噛みの合わせで、噛み合わせですね。うますぎるやろ、これやばい、うまい。午前ビール、うめえ。で、僕のね、海苔と海苔の上にご飯、そしてこの肝メンタですね。でもちょっと海苔は合わんな、ここには。自分の海苔とはいえ正直 YouTuber ですから、ここに海苔は合わなかった。
ではね、ベーコンも焼けてきました。そしたらここに卵を投入。これでじっくりだ。一応蓋をしておこう、うん、蓋が閉まらない。それとまあご飯も残り少ないんですが、追い明太子をちょっと加えて、で普通に明太子でいただきます。うん、美味しい。はい、じゃあいい感じのジブリになりました。でジブリになったら、容器に入れていきます。まずこのジブリのジブリ肉とジブリ、目玉焼きをのして、でここで次チーズを入れます。よし、ここでチーズを溶かします。でチーズが溶けたら、このベーコンの上に、はい、チーズ。我ながらセンス抜群だぜ。チーズとハイジとハイチーズを掛け合わせるんだからな。それはもう神だ。はい、それでは、ジブリ風目玉焼きです。小鳥。で僕はパンマニアではなく米マニアなので米に行きます。米も 1.5 合炊いておいたんですが、もうなくなりました。はい、それでは第2弾のご飯できました。ジブリ風和食朝食。でね、昨日冷やしておいた、またビールがいいかな。いや、でも一旦レモンサワーを挟もう。どれどれ、ファーストコンタクトは一体どんな感じだい。お、プスッと刺さって柔らかい。そしてチーズがまとわりつく。うんうん、まあ普通かな。個人的にやっぱね、あ、ほらすごい、ちょっとすんごいですよこれ。ちょうどいい塩梅。個人的にはやっぱハムよりね、あのベーコンの方が好きなんで、そこはねちゃんとしてもらわないとちょっとね困っちゃうですね。うん、うまっ。そこに追い麺た、あー、お腹いっぱいですね。僕はもう基本的にこれぐらい食べたらね、普通にお腹いっぱいになる人間です。毎日ね、これぐらい食べたいな。やっぱね、年齢とともに食べる量って減るんですね。若い頃って分からなかったんですけど、まあまだまだ若いって言われる年なんですけど、まあそのもっと若い頃ですね、に比べたらやっぱ食べれなくなってきてるのは年々実感するなっていう。25歳超えたあたりからね、25歳以下の人ね、ちょっとね、そのことを思ってもらえればなと。ちょっとお腹いっぱいなんで、ゆっくり飲んでいきたいと思います。では3本目、秋味をいただきます。せっかくだからね、ここにキンキンに冷えたビールじゃなくてコップがあるんだよね。くたまんねーなあ、小松。乾杯。もともと僕動画でね、あの食べる直前にこう言ってたんですよ。この世の全ての食材に感謝を込めていただきますみたいなね、漫画のトリコっていうやつのモノマネ的なやつです。つまみがないな。まあつまみはね、海苔をポリポリとかじりながら飲んでいきたいと思います。まだ朝だからね、飛ばす必要もないんですよ。でこの後昼から野々花さんの方にね行きたいと思います。なくなる前に追加しておく。
まあ、とりあえず朝はこれぐらいにして、ゆっくりねちょっと休んで昼飯ののかさんとこでお世話になりたいなと思います。で今日はね親父と2人で行っていきます。はい、それじゃあ父に迎えに来てもらってののかさんの方に行きたいと思います。あいにくの雨だろし。はい、今日はあいにくの雨でございます。せっかくのねいい天気が台無しですね。はい、それじゃあ実家の方に帰ってきました。ですね、マダラちゃんがこんな感じでついてきてますね。僕が帰ってきたら嬉しくて、あーおいで、あーしゃーしゃーしゃー、じゃあちょっと休憩するか。どこあるどこあるみんなお尻抜けていいよ。はい、でさっきねマダラちゃんと遊んでたらね、マダラちゃんとねめっちゃ興奮しすぎてね爪がね、いっぱい刺さりまして傷だらけになりました。まあでもののか行く時間が来たんで、変わらずののか行きたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、どうぞいらっしゃいませ。どうぞ。では失礼します。こっち運転手、よろしくお願いします。これ何、これタイの釜ですか。そうですね、これは古代のでこれはキノコのコーンポタージュ、タコのアヒージョ、アイ、甘酢煮です。甘酢煮、ありがとうございます。鶏の甘酢煮ですね。あと、ツバスの西京焼きですね。へぇー、味噌漬けですね。あと、栗がありますので、あ、これ栗の方は、外の鬼側を向いてもらって中の渋皮は食べれます。美味しそうです。ポロッと食べますので、ごきにんにく効いてるわ。うん、ごきにんにく、アヒージョって何、オリーブオイル。いや、あれ熱かった、ぬくいやつじゃん。冷ましてたし、うん、うまい。うん、これはツバスの何、最強漬け、味噌漬けか。うん、うまい、あっさりしてるから。ありがとうございます。何これ、ところてん、おいしい。これがシズ、シズですね。あの珍しい魚、シズ。で、タチウオ。シズやっぱ多い。うん、味がしっかりしてうまい。生姜のシズ、生姜で。油がよく乗っとんじゃん、うん、ずるずる違う、ずるずるしてる。もともとバナガツオタイプだから、あ、似とるね、うん、わさびを聞くで、そう、うまい。ありがとうございます。うん、すげえな、でタチウオでこんなタチウオいっぱいとかで、オリーブ牛とオリーブ豚の塩麹焼き、はい、はい、夢みたいだっけ、分からん、
みんな料理聞くんやな。イチジク。終わんなかったもん、目立つのやっとるやっとる、マキシメルいたらいいか終わんなかった、うん、なんか面白い味やな、こんなん塩で食うね、いや、イチジク、うん、うまいよイチジク。うん。うん。うん。すみません、今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にありがとうございます。奥さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもどうも、ごちそうさまです。どうもどうも。帰ってきました。帰りまでおちゃん待ってたよ。え、待ちしてきたの。ウキウキ。はい、であれから少し寝ておりました。眠たいですね。まだちょっとね、なんか酒が残る体になってしまいました。で、国民宿舎の方にはですね、冷蔵レンジがないということで、電子レンジがなかったらそれは弁当をぬくめられないから、ということでこの電子レンジをね持参したいと思います。これマイ電子レンジ、これをね、持参して持っていきたいと思います。はい、それでは小豆島のね、ホテルである、国民宿舎さんにやってきました。ありがとうございます。はい、ではなぜか布団がね2つ引かれてますが、正直チャンネル濱家正直な感想を述べたいと思います。部屋の評価としてはまあ普通に清潔で普通の旅館といった感じでしょうか。では部屋の奥を巡っていきましょう。巡るって言い方はおかしいのかな、景色を見ていきましょう。どんな感じなのでしょうか。はい、景色はですね、池田フェリーの、船とかがですね、池田港とか、そういった港湾が見える、海の見える景色となっております。まあ、それはこの部屋に限ってですので、すべての部屋がそうかというと、そうではございません。はい、それではお世話になるね、国民宿舎さんの宣伝もね、やっぱね、僕の小豆島 YouTuber としてはね、しっかり宣伝しないといけないということで、国民宿舎さんの奥に行くとですね、この城山、松公園っていうですね、なんか桜が有名なところにも入れます。その公園、桜公園と、あと展望台、それからですね、ファミリーロッジというものがあって、こういうですね、まさにコテージのようなとこでね、一泊できるというね、コテージを貸し切れる。それもね、手頃なお値段で貸し切れます。で、こんな感じで、あとコテージにはね、電子レンジとかもついてるんですよ。で、ホテルの部屋よりね、コテージからの方が景色の方がね、素晴らしいというですね、皆さんぜひ、国民宿舎さん、いかがでしょうか。やっぱ僕もね、コロナですっかり衰退してしまった小豆島の観光産業を盛り上げたいという気持ちが、まあ 2% ぐらいありますので、しっかりですね、なんて言うんだろう、まあ頑張りましょう。いただきます。はい、それじゃあまずはね、お風呂に入っていきたいと思います。浴衣をもらいましたんで、まあ旅館らしくね、この館内着に着替えたいなと、これを持って、お風呂の方に行きたいと思います。
いやなんかこの昔ながらの感じがいいですね。いやいいですね、景色が、海の景色を見ながらの、風呂といったところでしょうか。それでは家計もしたところで風呂に入らせていただきましょう。はい、じゃあいい湯でした。帰りましょう。はい、じゃあ帰ってきました。風呂上がりにはもちろんあれですね、喉が渇いたのでコップとポテチを用意して、冷蔵庫の中から瓶ビール、これを開けていきます。開けていきますし、なんか目よりしたね、見てたらね、あ、動画で見てね、ほんと自分もおっさんになったなっていう。青いのが消えないのよこれ、何これ。いやもう、でビールを注いでお風呂上がりの旅館ビールいただきます。まあ、旅館とホテルの間かな。うまい。はあ、このゆったりとした島での時間最高だな最近年なのかね、飲むとすぐ眠くなっちゃうんだよな。はあ、この髪型はセットせんとおかしいから、ちょっと帽子かぶろう。もうすぐ飯の時間でございます。楽しみですね。でここのねお魚はね、あの津本さん公認の木下さんがですね、しっかりと処理をしたお魚なんで、絶対ね美味しいんですよ、すごいね。あ、こっちか、楽しみですね。はい、じゃあご飯ができたということでね、ご飯を食べに行きたいと思います。で今日はね、あのセブンがね歩いて行ける距離にないので、母親をね、あのご飯食べさせてあげるから、あのあれしてくれ言うてお母さんに頼みましたじゃあ行きましょう。はい、じゃあ、特別にね個室を用意していただいたので、そちらの方に移動していきたいと思います。松の間、ここですね。おお、すごい。失礼します。すいません、木下さん、今日木下さんお休みなのに、そうですよ、あの出てきてくださったんですよ、本当ありがとうございます。ダメですよ、スーパースターです。すいません、いつもありがとうございます。もう本当頭が上がりません、申し訳ないですはい、で今回ですね、あの特別に、たくさんですねお酒を用意してくれました。まずは何から飲もうかなというとこなんですが、当然ですね最初は瓶ビールということでいただきたいと思います。まあ、母はね、あの麦茶ということで、ウーロン茶ですねということでやりたいと思います。はい、今回ですね、あのなんと濱家スペシャルということで用意していただきました。ありがとうございます。こちらは長谷川水産の津本さんがプロデュースした岩長マスっていう、あ、津本さんプロデュースの岩長マス、そうです、はい、津本さんが仕立てたマスを岩長マスと言います。はい、へー、こちらが、小豆島で獲れた、サバですね、秋サバを究極の血抜きをして、うまそう、5日間寝かせて油たんまりのやつです。小豆島でこんないいサバが取れるんですね。ロケットです。ロケットサバ。ロケットサバ。最高ですね。天然アワビ。はい。肝をつけてます。こちらが、津本さんが仕立てた養殖のイサキ。油やば。油、これも多分1週間。1週間寝かせ。寝かせて、かぶってます。はい、こちらが、小豆島で取れたこの城ですね。はい、ああこの城、この城を、はい、究極の血抜きをして、生姜ときゅうり、海苔で巻いて食べます。醤油が、小豆島で取れた、トビウオ、トビウオを焼いて、はい、醤油なんかつけとったらだし醤油になるんです。あれですよね、あごだし、あごだし、あごだし、あご醤油、あご醤油、これめちゃくちゃうまいです、これあごです、楽しみですはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ本当にね楽しみですね。とりあえず品数が揃うまで、瓶ビールをいただきましょう。いや、ここに来ればね、木下さん自体で、ね、美味しいねお刺身が食えます。いただきます。まあ、とりあえず料理はねちょっと揃ってからねいただきたいと思います。いや美味しいですねこれ、最高です。木下さん、これはすごいですね。すごいです。ハマイスペシャルです。ハマイスペシャルですか。大事件です。オリーブハマチのしゃぶしゃぶにこれもサーロイン津本式で処理して、
5日寝かせてますね。あ、ハマチもですか。ハマチも寝かせます。寝かした方がオリガハマチうまいですね。これおアオリイカのお気づけ。これ僕はずっとアオリイカです。いや最高ですね。ありがとうございます。りましたとりあえずこんな感じで。あ、わかりました。第一陣を始めてください。それじゃあ竹雄始めようか。あざっす。はい、それじゃあね、あの木下さんがねたくさんね準備してくれました。この牛脂をねこの上にのして、もうねお肉をね焼いていく準備をしたいと思います。ちょっとねこのね小豆島で採れたロケットサバのね筋目をいただきましょう。ちょっと醤油をつけていただきます。これ醤油じゃないわ、間違えましたね。ちょっと醤油をつけていただきます。すごいよ、ほら油で弾いとる。めっちゃうまいよこれ。うん、半端ない。本当にね、今まで食べたしめ鯖の中で一番うまいかも。最高です本当に。あ、うまっ。で次ね、津本さんプロデュースのなんとかなんとかマスです。うん、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 全くね癖がなくて、でもね旨味がね非常に強いね、そういうお魚って感じ。油がねそんな強くないのに旨味がしっかりあるから食べやすいと思う。うん。で次はですねこのねイサキですね。これもで油がねもう溜まってるんですよ、この炙ったとこ。これ溜まってるのはねめっちゃうまい証拠だから。うんうんうん、もうね、あの取れて締めた魚独特のその弾力とか皆無なんですけど、もうね本当美味しい。もう味が、もう皮炙ってるから、もう炙りがもう最高。言葉が回らなくなってきた。で最後にこの白と生姜とキノコですね。もうこれ丸々僕いっちゃいます。ちょっとね醤油をつけて、それでね丸ごといきたいと思います。うん、この白がねうますぎる本当に。もうこの白の油もすごいし、キノコじゃなくてあのキュウリでね酢が効いててさっぱりとしてねまとめてくれてね、めちゃくちゃ美味しい。この刺身だけでもほんとすごい値段すると思う、普通ならね。ただここはね安いんですよね。うん、あ、アワビもね美味しい。これアワビの生肝付きですよこれ。うん、コリコリ。で次はね、あの木下さんが釣ったアオリイカの沖漬けですね。釣ってすぐ漬けたやつです。香りがめっちゃうまいですね。柚子の皮をね入れてくれてて、これがまた香り高いしね、アオリイカがネチョネチョとして甘いんだよ。はい、じゃあねお肉焼いていきたいと思います。すごいですねこれ、めっちゃ美味しそう。うわあ、うまそうだな。いやもう最高ですね。ほんと料理がマジ美味しい。いや魚もいいけどね、肉もやっぱいいですね、この音。うひゃー、はい、じゃあね、もう早速肉もいっちゃいましょう。このね、タレに肉をつけて。うん、甘い。口の中いっぱいにね、もう幸せの甘みが広がると。いったそんな感じでしょうか。じゃあ次、塩でいただきます。うん。塩は塩でね、この脂っこさをね抑えてくれて、それがめっちゃ美味しい。本当に肉もね、美味しい肉も魚も味わえる、最高だ。私はね野菜も取れないと死んでしまいますからね、野菜も取りたいと思います。じゃあこちらのタチウオのねレア天をいただきましょう。いただきます。あー、うまい。ほんとね、もう全部がうまいですね。塩もつけて、この僕の好きな松茸。今気がついたけど、これ完全に舞茸ですね。ちょっとまだまだ赤いけど、赤い段階でもね、
いただいちゃいよう。うん、瓶ビールが止まりませんよこれ。こちらはあのこの前ほら動画でなってた誓いの島ハモ、はい、これはあのミンチになったやつ新庄にして、上は島ハモの、湯引き、あ、うまそう、あんかけみたいな、あんで、はい、いただきます。はい、じゃあこのあんかけのハモをね、いただきます。どうしようかな、このオクラと一緒にいっちゃおうかな。うん、幸せ。美味しい、なんか団子みたいな。この芋にね、バターをつけて食うもね、またうまいですよ、これ。これもう食べる日だから、もう贅沢にもう持っちゃうよ。じゃあいただきます。うまっ。はい、じゃあちょっとね、しゃぶしゃぶをしていきたいと思います。で、野菜をね、もう入れていきます。で、ポン酢に薬味を投下して、で、この5日間寝かしたオリーブハマチですよ。これをね、ここにしゃぶりしゃぶりと。まだまだ全然だけど、この生水菜をねちょっとかけて、それをポン酢につけていただきます。ごめんなさい、ポン酢つけすぎた。だからこれリベンジマッチです。水菜といただきます。うん、はい、そしてね、そうこうしてるうちにご飯も炊けました。わ、すごい美味しそうですね。で、普通は当然のようにね、あの、お椀をいただくんですが、僕は今回このままでとお願いしたので、このままいただきたいと思います。釜飯を釜なり食うっていう、それまた贅沢なんじゃないでしょうか。うまそう。うまい。で、また美味しそうな漬物がついてるんですよ、これ。最高だ。最高すぎてあっという間に完食です。めっちゃ美味しかった。はい、はい、ありがとうございます。よいしょ。木下さん、これは奇跡のうなぎ。奇跡のうなぎ、はい。白焼きと、はい、かば焼き。白焼きとかば焼き、はい。はい、こちらも洲本式、はい、やっております、はい。ありがとうございます。はい、白焼きの方はわさび。塩、すだちで、はい、はい、かば焼きの方は最初振ってます。いただきます。はい、どうぞ。いや、楽しみですね、これ。ふわとろ、うわ、うんうん、もうね、ふわふわのとろとろねちょねちょ で、全部がね、もう旨味ですね。それをね、さっぱりとね、すだちに、あ、すごい、その油がすごいんですよ。もううますぎるっていうか、もうよう分からんけどとりあえずめちゃくちゃ美味しい。なんかね、木下さんが見てるんですよね。見てるからちょっとコメントしにくいんですよねそれじゃあね、ちょっとかば焼きの方いただきましょう。うん、上品なうまみっていうんですかね、あのご飯と食うんじゃなくて、これ単品でめっちゃうまく食べれるのはもう断然こっちかな。なんかそういう感じ、本当にめっちゃね、あのお酒と合う、あ、お酒、あ、うまい、日本酒と合うやろなって、ね、そんな感じがするような、そんなね、なんか上品のもう最高レベルみたいな、そんな感じがします。はい、じゃあ味噌汁が来ました。木下さん、この味噌汁は、はい、こちらは、はい、長谷川水産の津本さんから僕らは魚を仕入れてます。そこでチョウザメを仕入れてるんですけども、そのアラを焼いて、はい、でお酒とか水でコト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 スープを煮たものをベースに味噌汁にしております。はい、あ、もうシンプルに豆腐と揚げで。あれですか、あのキャビアのサメですか。そうです。チョウザメのオスですね。あ、オス側の。オス、男の子の方はやっぱりこう売れないっていうものなので、はい、あの唐揚げとかでも非常に美味しいんですけど、
もうだしの最後のアラまで大切に使おうというんで、こうやってスープにして味噌汁にしたり、はい、使っています。ありがとうございます。はい、味わってみます。いただきます。魚やで、やっぱり。あ、魚ですか。魚やで、やっぱり香ばしいお魚。これがちょうどいいんだったらハテナマークやけど。そうそう、なんか変わった味噌汁、変わった味がします。はい、あ、美味しいです。でもすごい、ちょっとやってきましたね。じゃあ最後、はい、ですね、木下さん、これおもろい形ですね。あ、これは今日特別に、はい、浜優がいつまでも笑い続けられるようにというちょっとニコちゃんにこれ笑ってる、僕が笑えるようにと、ちょっと出っ歯、いや、いけるか、いや、全然ニコちゃんやな。ありがとうございます。木下さん、今日はね、もう本当美味しい料理ありがとうございました。お腹いっぱいになりました。もう張り裂けそうです。あ、よかったです。それでよかったです。あの、地元のものとか、いつもさんとかのお魚とかふんだんに使って、僕たちは料理を作ってます。だから、いろんな人に知ってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。めっちゃうまかったです。よかったです。またお願いします。ありがとうございます。じゃあ、もう続きをやっていきます。僕は気兼ねなく、どうぞごゆっくり。では、ありがとうございます。ありがとうございます。木下さんがね、あの、いつまでも笑顔でいられるようにと、ニコちゃんリンゴ細工をしてくれました。こう、はい、じゃあ大量にありましたけど、本当に大量でした。無事完食いたしました。お腹いっぱいです。母の運転で、池田のセブンの方に行きます。さすがにね、この山道を下ってはね、歩いていけませんからね。でも、もうこの1回で買わないといけないから、一生懸命買わないといけない。いや、もうね、母親が帰ってしまったんで、もう一度に買い切っとかんと思っていっぱい買ってきました。これね、とりあえずまあ冷蔵庫に入れておきます。で、食べ物はね、これだけ買いました。まあ、おにぎりとか、これなんだ、七面鳥とか一風堂とかホルモン、エビピラフ、まあ、ナマコとか、いろいろチーズとかで、このノンアルコールのは、これ明日の朝ですね。ワインこれ間違いだ。でワインを冷蔵庫に戻しておくんですが、お酒はね、これだけ買いました。まあ、ワインとかこんな感じで、夢とかがあって、まずはこれから行こう。これが美味しいんですよ、シークワーサー沖縄レモンさん。いや、とは言うても僕もね、結構あの食うたんで、そのお腹がね、結構いっぱいです。だからゆっくりちょっと飲んで、あの、それからですね、あれしたいと思います。まずは、お飲み直し。こうやって飲んでったらまた腹が減るんで、その時に、ね、食べたいと思います。とは言うても、つまみやっぱ必要なんで、口が寂しいからチーズもんじゃを食べながら、今からね、僕はこの撮影してるこれで YouTube を見るから、動画撮れないんで、撮りながら見ながら、またね、要所要所で撮っていきたいと思います。だから、本当、もし撮るかもしれないんですけど、ご了承ください。うん、そうしよう。あー、いや、なんかね、旅館じゃなくて、こういう家じゃなくて、あ、違う、家じゃなくて、この旅館みたいなところでね、あの、ボケーっとね、こう、ボケーっと過ごすんだよね。すごい気持ちがいい。わかりますかね、なんかこう、家じゃなくて、こういうね、こういうね、なんかこう、風流なところでね、こう、ボケーっと過ごすというのが、やっぱ心まで、こう、心まで温かく休めるというか、世の中面白い、こだわりは、夢に見て。はい、じゃあ、空いたからね、次の、ポテンシャルを取りましょう。今日はね、なんか言葉のボキャブラリーがいっぱいありますけどね、それは気にしないで。次は氷結、レモンということでね、ちょっとね、緩めの咳から、割り込んでいきましょうね。愛してるよ。今の言葉でですね、僕の登録者数 7%、20万人7に14、1万4000人の女性の方がめっちゃね、背筋がゾワッとし気持ち悪いって思ったんじゃないでしょうか。まあ、男の人もね、思ったでしょう。はい、じゃあ、氷結レモン、乾杯です。へぇ、あ、土佐文旦ね。はいはいはい。知らんけど、
知らないのは恥じゃない、知らないのを知らないままに知ろうとしないのが恥なの。別に恥でもないけどね、知らんことなんてあって当たり前やから。じゃあ何が恥って言ったら別に恥なんてないんじゃね、極論。めんどくさいおっさんが出てきましたよこれ。あー嫌だ嫌だ、本当やめてほしいよ。はい、じゃあこれも残りが少なくなってきました。でたまにですね、飲みライブをしてっていうねコメントがあるんですよ。僕もねしたいんだけどね、ついついね、そのいらんこと口走っちゃうことね、酔った時とかね、ついついおっぱいとかってね、なんか言っちゃいそうでね。そんなことはやっぱり YouTube で言うわけにはいかないですからね、言わないようにしております。シューってわけでね、だからね、そういうのライブはねちょっと控えようかな。ついつい僕もやっぱ男ですからね、そういうのはよくない。でもね、今ね、あなた今見てると思いますけどね、見てると思う、あなた今見てるでしょ、今これ、これ面白いと思って見てる人、面白いと思ってって言ったら失礼かもしれない、なんか自分が面白いってうぬぼれてるのかも、そういうわけじゃないんですけど、でもあなたは見てると思いますけど、僕今これね、部屋に見て渡ると分かると思うんですけど、僕はね、一人でこう喋ってるんですよ、これって面白くないですか、別に面白くないか、でもなんか、別にこれがすごいとかそういうんじゃなくて、なんだろうな。でも、なんかね、皆さんとこの会話できてる感じがね、すごい楽しい。これ、ま、何回か前のボインボ食でも言ったかもしれない。何回か楽しい。次かも。はい、じゃあ次は何にしようかな。なんかハイボールの気分だから、できた。できたというわけで、ハイボール。いやー、そしたら、今日はハイボールで、おいふふ。カメハメハ。そしたら食べるです。タラちゃんが、はあ、美味しい。じゃあお腹も空いてきたんで、つい上ホルモンを、いよいよですね、このですね、鉄板じゃなくて、持参したね電子レンジでぬくめたいと思います。綺麗なこれ、この電子レンジめちゃ綺麗な、これこの綺麗な電子レンジに放り込んでいきます。早くできないかな。字ができましたというわけで、じゃあそれじゃあ開けていきましょうと、湯虫みたいやな、俺が前に食べた湯虫みたいな、湯虫と生まれ変わり。いや、それにしてもね、うまい。空っぽになりました。高菜明太子。この高菜ってうまいやん。で、それに明太子っていう俺の一番好きなやつやん。そんなん、いやらしいやん。いやらしい。まあね、他の、宿泊客の皆様の迷惑にかからない程度で、ゆっくりね、静か、まあ聞こえない程度でボイボイ作ってって言ってて、次は何にしようかな。いやね、この男梅沢でスーパーマンにね、なりたいと思います。ならないけどね。じゃあ男梅沢でいただきます。さあ次はですね、俺がね大概ね、なんか食べたくなるんだよな、なんかあるよね、みんなもそういうのさ。でこの自家製の電子レンジでこれ、あもう好き、なるほど理解した、だけだ。見てほら、玉ねぎばっかりやん。これはセブンにちょっと抗議やわ。俺はセブンのいつでも味方と思ったら大間違いで、いつでもセブンの味方すると思ったらそんなの違うで。玉ねぎばっかりやん、すっごいわ。まあ、うまいのには間違いねえから。まあね、ちょっと原点に戻ってレモンサワーをね、いただきたいと思います。
っちゃ飛んだ。それじゃレモンサワーいただきます。今日のマダラにね、責められた。で、今度この切り分け、まあいいや、そんなもんマダラの愛だ。次はね、一風堂ラーメンでございます。これをね、食べていきたいと思いますね。塩コショウは外付けだ。これどうやって食べるんだろう。あれどう、え、何これ、え、このまま加熱していいの。あ、このまま加熱して良さげだな。マイレンジの方へ追いかけて、よし、5分、よし、そろそろ分かろう。シュシュシュチチチ、そう願っても無駄だから、グッバイ君の目の人は僕じゃない。飛ぶ鳥跡を濁さず、はい、リピートアフターミー、みんなも、はい、せーの、トリーズエンドミー。これでしばらくちょっとね、乾いた分ふやかしとこう。よし、はい、勝手に出てきたこの夢。よし、次はこれだ。しんみり飲むのは最高だね。これは夢心地だ。じゃあ次の夢を見に行こうか。僕はね、片目をつぶったときは、酔って眠いときに片目をつぶるんですよ、僕は。いつも、なんでやろうね、もう癖なんですよ。左目だけね、つぶるんですよ。なんか、いけてますね。なんだっけな、あ、このエビプラフをね、食べていきたいと思います。ポン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 です。キョンでーす。キョンでーす。キュンですって何だろうな。なんか最近の若者はキュンですって言うんやろな。クンです、クンです、クンです。世の中っていうのはね、目まぐるしくね、今変わってきてるんで、いつまでもね、その昔のことをね、バカバカしいとか思っちゃね、ダメなんですよ。だそんなね、思考回路じゃもうやっていけないですよ。よし、ラーメンができた。あちゃ、顔に当てちゃっちゃー。チャーハンができました。ピラフ、はい、いただきまんです。うまっ、最高だ。これとね、頭だわー。だわ、明日は、次はこれ。で、今回の動画の最後の一杯ともなるかもしれません。そして僕の人生でこれの最後の一杯ともなるかもしれませんが、しみしみ飲めば、しみしみと。はい、ごちそうさまでした。というわけで、おやすみなさい。
で、こんな感じで弁当は食べて、今これとこれをあの無差別に無さぶり食ってるって感じですね。で、お酒をあの普通に食べて、こんな感じです。あとはもうゆっくりも寝たいと思います。とりあえずおやすみなさいです。はい、じゃあね、こんな感じでそんなにね、散らかってません。とりあえずね、迎えに来ていただいて帰ります。当然ね、電子レンジを、持って帰らないといけないので持って帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。むくむくむっちゃんすぎるんで、ちょっとマスクはね、つけていきましょう。むくむくむっちゃんすぎて見たくないだろうから。で、お昼はですね、ののかさんを利用させていただいて、まあ、以前もね、紹介したことあるんですけど、相変わらずね、すごく美味しかったんです。ホテルは、国民宿舎さんの方を利用させていただいて、で、国民宿舎さんね、建物自体はね、そんな、結構古いんで、そんな綺麗か言われたら、そんな綺麗くないです。これね、もう正直 YouTuber としてビシッとバシッとね、言わないといけないんですけど、その代わりにね、すごくね、ご飯が美味しかったです。ご飯、の美味しい、で地元の魚も食べれる、めっちゃうまい魚が食えるっていうんだったら、もうぜひね、国民宿舎さんを、利用していかがでしょうか。このね、もうコロナでね、衰退した島を盛り上げたいっていう気持ちがね、僕もね 2% ぐらいやっぱあるんで、こういうね、感じでね、今回やらせていただきました。本当にね、ありがとうございました。でね、僕もその飲んでばっかりいられないんで、やっぱ今日はね、この辺で終わりたいと思います。そんなね、飲んでばっかりのね、人みたいな感じのがね、やっぱ認識があると良くないんで、今日はこれぐらいでね、終わりたいと思います。今のは水です。本日もご視聴ありがとうございました。はい。